2021明治安田生命 J1 リーグは第17節を迎えています。この時間は FC 東京対サンフレッチェ広島の一戦をお楽しみいただきます。舞台は東京都調布市に位置する味の素スタジアムです。でまずはホームの FC 東京からスターティングメンバーです。ゴールキーパーは畑野、そしてディフェンスラインは中村拓海、渡辺、森重、小川、中盤ですけれども阿部と青木のダブルボランチ、その前に右田川、左永井、トップ下高萩、中央にはディエゴ・オリベイラ、こういったメンバーになります。前節の清水戦からは3枚スタメンが変わっています。一方の広島です。ゴールキーパーが大迫、3バックは野上、荒木、そして佐々木です。ウィングバックが柏、左が藤井、中盤そこ2枚が川辺と青山、ツーシャドウは浅野と森島、中央にジュニオールサントスというメンバーです。前節浦和戦からは実に5枚スタメンが変わっているというそういった状況です。今日は300試合出場達成ということで花束贈呈です。さらに お子さんから花束を贈呈してもらいましたけれども、長井選手は前々節のガンバ大阪戦で J1300 試合ということになりました。阿部から左サイドです。これで長井が仕掛けていこうというところでしたが、ここはプレスバック、しかし今の藤井ですよね、はい、早いですからね。そうですね、そのまままた、はい、そのままもらって藤井ここに入ってきています。また戻して遠目からのシュートだー、強烈なシュートでした。浅野のシュートです。まあ、藤井のスピード、そして浅野のシュート力、まあ、はい、これが出たシーンですよね、うん、コーナーキックファーサイドから出られない、折り返す、ゴールキックです。まあ、ヘディングの、ね、ループショットを狙いましたね、はい、逆サイド柏へ佐々木が追い越していきますが、そちらを今使った佐々木から中ファーサイドだ、ジュニオールサントスのヘッダー枠の外、まあ、少し時間をかけるようなボール、まあ、滞空時間の長いボールで、はい、まあ、逆サイドから入ってくるのにはすごく行きやすいボールなんですけど、残りは45分後半がスタートです。フェード同時に大きな拍手が起こりました。味の素スタジアムです。ここは高木入っていって仕掛けていく、そしてこぼれたところ長い狙う、おクロスバーだー、いきなりチャンス来ました。 FC 東京ディゴリベラ胸トラップで落として高萩、もう一度ディゴリベラ右を中村拓海走っている、そちらを使う、さあ中人数かけていく、おーっとゴールキックです。狙いましたか、いいスプリントでしたね。小川のクリアボール、ここはファールはない、川辺パスを選択、森島からファーサイドへ、ここは中村の対応でした。そしてパスを選択、ジュノリサントスへ、青山からのボール、そしてこのシュートはサイドネットです。川辺、まあ、最初はやっぱりサイドしか今深く入れるところがなくて、まあ、そこからのボールが合わないと、まあ、ハーフタイムのコメントでもねクロスの入り方ってがありましたけども、ここまで来ればこういうボールが取ってね、一気にシュートまではいけますからね、はい、東圭吾、もう青木からというところは繋がらず、もう三田のシュートを枠いってましたが、しっかりとキャッチをしています大迫です。集中してましたね大迫も。青木からまだ持っていく、遠目から縦パス、ちょっとタッチは流れた、そうですね、ワンフェイク入れて青木ね、まあ、中のスペースをしっかりとこう把握しながらこのね流すようなターンをして、ここですね、高野のファーストタッチですよね。
ナヨミラのボール繋がった。そして壁から縦まだある。相手を持ってってこぼれている。そして森島のシュート、右ミドル狙っていきました。まだ最初に川辺が出したパス、はい、まあ、途中でカットになりましたけどね、相川の。折り返す、まだあります。ここで長い笛が吹かれました。結局は両チームともに得点には至らず、スコアレスドロー、勝ち点1を分け合ったという結果になりました。